前戸沢村長渡辺秀勝さんの旭日小綬章の受章を受け、約130人が受章を祝い、これまでの地方自治の功績を称えた。これまでのご功績により心より敬意を表し、今後とも本村の将来に向けてご指導ご助言賜りますようよろしくお願いいたします。なんといってもやっぱり支援していただく、まあ、家族はもちろんのこと、地域の皆さん方、こういう方々はご支援があったからこそ今なんとかここまでやってこられたんではないかなと思います。しっかりとした足取りでこれからもいろいろと地域活動に勤しんでいければなと思ってますので、また皆さん方よろしくお願いします。本当に本日は本当に